ぶ大きな鳥居、有名な観光地で撮られた写真である。石畳の上に立つ女性の左側、やや奥に佇む霊がお分かりだろうか。地面にしゃがみ込んでいる霊は女性に取り付いている悪霊である。投稿者の知人であるというこの女性は、旅行から帰った数日後に交通事故に遭ったのだそうである。何でも彼女は誰かに後をつけられている感じがすると投稿者に何度か語っていたという。人形の前でポーズを取る2人の女の子。写真には鱗状の物体が全体的に覆っており、ただならぬ雰囲気が漂っている。これは霊が発している、霊気が映り込んだものである。そして霊体もこの写真に現れている。問題の箇所は右側に立つ青い服を着た女の子の右肘あたり。まるで服の裾をつまむような霊の手がご確認いただけるだろうか。霊は浮遊霊の一種であり、女の子に興味を持っていると考えられる。このまま放置しておくと霊障が起こりかねない。お祓いに行く必要があるだろう。次の写真をご覧いただこう。これは正月、初詣に行った帰りに撮影された一枚である。画面下、右側の母親と思われる女性の衣服に狐とおぼしき顔が写っている。彼女たちはとある稲荷神社にお参りに行ったというのだが、そのことと何か関係があるのかもしれない。写真を見る限り何ら悪意のようなものは感じられず、むしろこの霊は彼女たちを守ってくれているのだという。軽装の男性が5人佇んでいる。昼食をとっている最中なのであろうか。皆思い思いに食べ物や飲み物を手にしてこちらを見ている。しかし注目していただきたいのは、やはりこの写真の上部を赤いもやのようなものが覆っているということである。この写真に写り込んだ赤いもやのような物体、それは行き場をなくして自殺した人々の強い怨念なのではないだろうか。生後1年ほどの赤子を写した写真。おもちゃを加え無邪気に遊ぶ赤子の背後、壺が置かれている箇所に注目していただきたい。3つの壺の間からこちらをじっと見つめている顔をご確認いただけるだろうか。これは強い自爆霊であり、現段階においては赤子に取り付いているものではない。この家に住む誰かに強い因縁を持っており、この写真に具現化されたものと考えられる。その強い因縁の矛先は、今後この赤子に影響を及ぼす危険性がかなり大きい。事実、この霊は赤子をじっと睨んでいるかのような印象を与える。霊がいる場所は様々であるが、その中でも多いのが駅である。働く人、旅行に行く人、待ち合わせをする人。そんな雑多な人混みに紛れながら、霊は虎視眈々と人に取り付くのを待ち構えている。プラットフォームで楽しげに立つ家族の右背後にいる老婆に注目していただきたい。この老婆の右目を中心とした顔の部分が黒くくぼんでしまっているのだ。この駅を利用する誰かに取り付いていた霊がこの老婆に乗り移ってしまったのである。このように人が多く存在する場所で、霊は自分が憑依する人物を見定めているのであろう。ひな祭りにて撮られた写真、一見して画面下に光の集合体をご確認いただけるかと思う。これはひな人形にまとわりついている浮遊霊の集合体である。
長らくしまわれていたひな人形にこもってしまった霊が外気にさらされたことにより具現化したものであるという。このようにしばらくしまわれているものなどには非常に霊気が集まりやすいと言われている。霊が外気にさらされることによりまた他の霊を呼び集めてしまうこともある。このひな人形をしまう際には供養をするべきであろう。無邪気に寝ている子供がいるが、その可愛らしさに気を取られてはいけない。注意しなければならないことがある。それはこのように無防備である場合、霊に憑依されやすいということである。この子供を取り囲むように映る無数のオーブがご確認いただけるかと思う。その中の一つのオーブに注目していただきたい。このオーブの中にかすかに映る男の顔らしきものがご確認いただけるだろうか。これはオーブに内在する霊の一つが形となり現れたものだと考えられる。霊は常に憑依する人物を見定めている。寝ている間もその危険性があるということを忘れてはならない。とある幼稚園の餅つき大会にて撮られた写真。お餅をつこうと無邪気な子供たちがそこに並んでいる。その並んでいる子供の一人に注目していただきたい。周囲には子供しかいないのにかかわらず、男の子の左肩に白い女性の手が乗っているのである。しかもその男の子の顔におかしな歪みが出てしまっている。専門家によればこれはこの子供の家庭事情から発生したものであるという。我が子を思う母親の熱情が生き霊となり子供に憑依したものと考えられる。母親の生き霊が手となり、そして子供の顔を歪ませてしまっているのだ。まずは原因の母親に対する早急な対処が必要となるだろう。次の写真をご覧いただこう。親子で旅行に出かけた際、撮影された一枚である。画面左、投稿者である男性の背後にもう一人、上半身の消えた人物が立っている。投稿者によると、この写真が撮影される数ヶ月前、この男性の兄にあたる人物が不慮の事故で亡くなっているという。もしかしたらこの男性の兄も一緒に彼らと家族旅行を楽しんでいたのかもしれない。幼稚園のお話し会。キャラクターに扮した保育士が子供たちに読み聞かせをしている。画面右側、子供たちが腰掛けている椅子の下をよくご覧いただきたい。隙間からこちらを覗く霊の顔がお分かりだろうか。これは自爆霊であると考えられる。投稿者の話では、幼稚園が建てられていた場所は戦前には病院であったのだという。その病院で亡くなった方の霊が今もこうして現れるのだろう。海辺にそびえる建物の屋上での一枚。男女が扇形になってカメラに笑顔を振りまいている。問題の箇所は画面上部。空には黒いもやが立ち込め、その中には彼らを見下ろしているような巨大な目玉が見て取れる。一見雨雲のようにも見えるが、雲とは違った質感である。もやはこの場所の近くで命を失った霊から立ち込めているものだろう。霊の本体は写真には写ってはいないものの、この屋上がよっぽど居心地がいいのか住み着いているものと思われる。次の写真をご覧いただこう。これは路上でスケボーをする友人の姿を写した一枚である。ご覧いただきたい。画面左の路上、そこに不可解な影のようなものがある。横には雑草が伸びるばかりで影のできるものなどないのだが、専門家によるとこれは猫の霊であるという。確かによく見ると
そこには二つの目のようなものも確認できる。男性はこの直後転倒し、足首をひねったというのだが、この霊が悪さをしたのだろうか。物に魂が宿ると言ったりするが、このポラロイド写真がそれである。手前の男性と女性の頭部にかかる光のもやは撮影ミスであるが、中央に置かれた獅子の瞳に小さく何者かの顔が映っている。安西によれば、古い置物などによくこういった現象が起こるという。路地裏を散歩していた猫の写真である。年を取った猫には神秘的な力が宿ると言われているが、この猫もそうであると安西は語る。頭部に人間の目に似た模様が浮かんでいるのがわかるだろうか。こうした動物を可愛がると危険なものから守ってくれる。クリスマスイルミネーションを撮影した一枚である。画面右側はショーウィンドウに反射した風景であるが、そこに白いもやが浮かんでいるのがお分かりいただけるだろう。これは浮遊霊であるが害はない。賑やかなところには霊がやってくることがある。夏祭りの際、親戚の子供たちが集まって撮った写真。右手奥には男の子がいるが、虹のような光線に頭をかすめ取られてしまっている。この少年は数日後、頭に大きな怪我をして7針縫った。幼稚園の運動会、一番左を行進している少年の足に注目してほしい。左足が丸々消えてなくなってしまっている。これは守護霊からの警告で、怪我をする前触れであるから注意しなくてはいけない。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が家族で海水浴へ出かけた際、娘の姿を撮影した一枚であるという。カメラに向かって手を振る女の子、その顔をよくご覧いただきたい。いくつもの手とおぼしき物体が彼女の顔に張り付き、覆い隠してしまっている。これは彼女の周りに集まってきたいくつかの霊の手であるという。この海で亡くなった者たちの霊だと思われるが、もしかしたら彼女を道連れにしようとしていたのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の女性が観光で京都を訪れた際、バスに同乗していた添乗員を撮影したものであるという。画面左奥の女性をご覧いただきたい。女性の足が不自然に消えている。さらにその部分も漂う赤いもや。これは女性の先祖の霊が警告を発しているものであるという。近い将来彼女は足に怪我をするという。実際どうなったのか定かではない。